はい、次はベッタコですね。ベッタコに行きます。寝ちゃってる。じゃあ乾杯。4軒目。じゃあいいね。4軒目ですよ。でもベッタコはね、思い出の場所だから。初めて2人でデートした場所だよね。うん、付き合ってからデートした場所だね。チューハイ。チューハイうまいよね、レモン入って。ベッタコのチューハイ結構美味しいな。一番安いでしょ。この蒲田サワーちょっと見せたいんだよ、メニューじゃない。蒲田サワーっていうのがあって、蒲田のあの汚い飲み皮をイメージしたサワーがあるのよ。メニューに書いてないわ。蒲田の夜サワーそうっていうのがあって見せないの。500円。蒲田の夜サワー、これ遠いわ。これやばいよ。だ、ね、抹茶杯なんだって。抹茶杯なんだけど、うん、飲み皮ってさ、もっとどす黒いじゃん、うん、だからちょっとカシスを入れてんだって。で超悪酔いしたよ、ね、抹茶にカシス超悪酔いした。まずいね。色が嫌だね。いずれ 2、3週してここで働くよ。ベタコで働きたい。こういう場所で働きたい。ああ、いいね、それは。居酒屋向いてるしね、やってたから。でもここはガチで夜しかやってないから。あ、そうだね。本当子供が落ち着いて自分に好き放題できたらやれるってことだよね、うん、そんなもんだよ。そうだよね、おばちゃんがって感じだよね、うん。ストーリーが見たの。昔大将がいてさ、その大将の下で働きたかったんだからね。ああ、ごぼうさんね。すごい大将がいたね。そう。おっちゃん？何してんだろうね。あれもういないからね、鎌田に。やっぱいないよね、合わないもんね。あの人が本当典型的な独立で失敗した人だよね。申し訳ないけどマジで。今成功してるのかも分かんないけど、蒲田では成功しなかったか、別の店で来てるんだよ、うんうん、独立した店が。でも何かしらで大将やってるでしょ。なんかな、下っ端では働いてないと思う。あの人の面構え、平社員でも大将って呼ばれるもんな。レバー串塩タレ、これうまいんだよ、ここの。美味しい。いやでも久しぶりだから分かんない。食べてみよう。じゃあここはね、カクカクって四角いのが特徴的よね。あ、そうだね。ほら、めっちゃ四角。タレのやつは本当真っ赤かなるよね。うん、私はタレで。うん、ま、変わらず美味しい。でここのさ、タレの味が好き。あ、それはあるんだろうね。あ、よく焼きだけどね。美味しくない。タレの味めっちゃ美味しいよね。タレの味、いや、このカクカクがいい。あ、めっちゃ美味しい。久しぶりに食べたね。美味しい。うん、あ、美味しいわ。じゃ次塩味食べよう。あ、もうチューハイに合うね。で塩味いきます。塩味。うん、タレの方が美味しい。タレの方が甘いな。うん、で甘い。レバー特有の甘い。うまいな。久しぶりに来たね。
うまいね。タレの方が好きかな、私は。甘くない塩は甘さがすごい感じない。2杯目いきます。え2杯目。2杯目ね。結構酔ってる今日。やばい、私ね、合計で何杯飲んでる。やばいよね。日高屋で6杯ぐらい飲んだでしょ。もっと飲んでない。6杯ぐらい。6杯ぐらいだよ1人。うん。で、あの豚バンジョ、豚バンジョで1杯だろ。7杯。あそこで2杯。あそこで2杯。いっぱい飲んだよ。そう、11杯目ぐらいですよ。いや、結構結構。やばいよね。悪酔いするやつやな。でも時間、ゆっくり時間かけてるからまだいい方だよね。うん、別に無理して飲んでるわけじゃない。ありがとうございます。あ、どうぞ。じゃあいいですか。大丈夫ですよ。でさ、クリスマスはどうやって過ごす？今シーズン。家でしょ。でしょうね。今年すごいさ、あの子供たち。何が？クリスマスってウーバーイーツ。え、だからやっぱやった方がいいでしょ。あ、まあやった方がいいかもしれないけど、私は。ああ、そうか。だからクリスマスにさ、でも家でも過ごしたいから。夜はもう。あ、まあ夕方までだ。夕方まで。やらないやらない。だって準備もあるから、やっぱ 4時3時ぐらいに終わらせるよ。買い出し行って感じだよ。無理よ。ああ、そうよね。だってじゃあ例えばじゃあ6時までやりましたとかってなったらもう間に合わないもん。家のことが、パーティー、家のパーティーが間に合わないから。それは家との兼ね合いもあって早めに切り上げてやるしかないでしょ。混みそうだよね、奪いつつ。混むのかね。混んじゃん。でもね、あの正月やることもなそうだよね。お店がやってないもんね。ああ、さ、お店自体かな。正月くらいのさ、ウーバーイーツ配達員休みたい。休みたいわ。けどさ、今年はさ、その鬼滅の刃が流行ったじゃん。で、うちのあの子供みんな鬼滅の刃ハマったけど、ローソンで鬼滅の刃のケーキをね、販売したいけど、うちはその予約に間に合わなくって、すごい鬼滅の刃の別のところでケーキを買うことができたじゃん。あれ絶対喜ぶよね。クオリティ高いもん、うん、ちょびっと高いんだっけ。1000円ぐらいかな。1000円高いんだっけ。ローソンよりも1000円ぐらい高いけど。やばい、濃いね。2杯目のチューハイ。けど見た感じすごくいいよね。いいよね。あのちゃんとなんか4人分のホールケーキのなんか上のこの板チョコ、うんうん、板チョコなのかな。あれ多分板チョコだよね。いや、あのね、楽しかった。酔うてる。酔っ払ってる。もうそろそろ帰ります。まあ今の8時前です。お疲れ様です。8時前で4件目だよ。ありがとう。チャンネル登録もよろしくね。じゃあバイバイ。